はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は4周年記念スペシャルガチャを引いていきたいと思います。まあもう5月入ってるんでね、4周年は過ぎましたけれども、まあ、5月の4日まで、ガチャやってますので、まあ終わる前にね、せっかくなんで引いていきたいと思います。で、北斗の別バージョンと一ノ瀬の別バージョン、そして彼女キャラのテルモリ、これはなんだ、あ、テルモリアスミちゃんかな、わかんないけど、デビューキャラで登場してます。で、このキャラクターはパワー上限アップがついてますね、初のパワー上限アップキャラとなります。まあ、見た目的には俺が苦手なちょっとタイプの見た目ね、あの使ったことないから性格わかんないけど、で、ワンダーが好きそうな見た目になってます。いや、わかんない、ね、そんな感じで、まあ、なかなかきついんですけれども、80連まで行くとバナ PSR で、70連で、4周年記念の PSR 選択権がもらえて、で、この PSR 選択権がまあ結構いいよね。あの佐伯さんとか入ってるんで、もう一番左上に佐伯さんいるんで、まあ、PSR の佐伯さんとかね、まあ、他にも優秀キャラが、いますので、まあ、100体から選ぶことができるので、うん、まあ、結構いいかなと思います。で、この中のキャラクターとしては、まずそもそもね、俺北斗持ってないっていうのと、一ノ瀬が、PSR プラ3で、多分餌関係はほぼ使い果たしての PSR プラ3なんで、まあね、この2人をゲットしていきたいというのもあります。と、あと一応、10連がずっと SR、PSR 出現率2倍となってますので、まあ、どれだけ、キャラが出てくれるかというところになりますね。じゃあ、早速10連目から引いていきましょう。ここはバナーの PR。 北斗ってどうだったっけ、なんか SR すら持ってなかった気がするんだけど、なんかやたらせっちゃんばっかり出て、でただせっちゃんの PSR が出なかったっていう、結構苦い思い出。PR で、この虹玉は、あ、北斗、あ、そうだよね、北斗持ってないよね。ここで反転してニューになってるから、そもそも1枚目っていう。一ノ瀬は欲しいは欲しいけど R が2枚かというような感じです。では20連目いきます。単ガチャは特に何にもないよね、そのボーナス的なのは。10連ガチャをどんどん引いていく感じです。一ノ瀬やっぱりね、 PSR プラゴになると練習効果30つくんで、持っておきたいキャラというのはある。先駆けくんか、先駆けくんもね、まだ PSR プラゴになってなくて、プラ3で SR の母体がね、そろそろプラゴになって、うまくいけば2解放してくれるようなところまで来てた気がする。でもちょっとエビルがね、今下火になっちゃってるんで、先駆けくんの使い道が少し落ちてきてますけど、まあただ覚醒キャラでね、強いキャラではあるんで、毎回1枚だな。北斗、ここで北斗が帯同してきた。あれ、これどっかで絶対アスミちゃんが手に入るとかっていうのはないよね、確か。40連目が、だからそう、バナー SR か、だからここら辺で3分の1を2回引き当ててみたいな感じか。で、また60連目くらいになるとバナー SR があって、結構偏るよね、なんかガチャ。せっちゃんばっかりだったりさ、っていうか1枚しか入ってないんだけど、こう2倍って何なのっていう。一ノ瀬もう SR の母体がないから、ちょっと結構出てくれないと厳しいんだけど、そうだね、まあこんなものだよね。確率 30% って言っても、1人に換算すると 10% だから、10連引いて1枚入ってるっていう、そういう確率だからね。つまり何倍なんだろうね、通常の。だいたい似たような確率だよね。1人に換算すると 11% とか、そんなような確率になってるんで。ようやく2枚。いたんだ、また。あ、同栄はいいや、同栄は確かに助かる。なんだっけ、金倉だっけ、こいつまだ出たんだ、知らなかった。で、SR 選択権、これはさっき見た PSR 選択権と同じキャラになります。で、60連目、ここがバナー SR。
応虹が出てる。キラーンはないね。キラーンがあってもね、なんか他の PSR がよく出るからね。一ノ瀬の PR、 まあ一ノ瀬、まあプラス3っていうところがね、アンヌちゃん、なんかアンヌちゃんそういえばさ別バージョン出てなかった、アプリの方で。もうアプリ全然わかんないから、全く起動してない。てか多分俺やめちゃった気がする、アンインストールしちゃった気がするな、あの携帯変えて。そういえばで、70連目ですね。これ何、 SR1 枚確定の PSR 選択権か。また虹が出てる。虹だけだったらね SR の可能性っていうのがあるんで、ここでキラーンが入ってくれるとおっってなるけど、まあ一ノ瀬がこう出てくれるのは俺としては嬉しいかな。まあすみちゃんはだから最悪出なくてもいいやみたいなあの借りればいいっていう。ただなんだっけ、今強化しらすか、強化しらすでねあすみちゃんを借りようとすると、これまああの前回の動画でやった、まあ、編成の佐伯さん、王子佐伯さんを借りたいんですよね。まあ、ここがキラン入るのは当然なんで1個、なんか2倍の恩恵があんまりないな。あ、ここで来たか、まあいいや、むしろ解放できないからこれはこれで諦めがつく。 PSR はね初期評価高いのはいいよね、 SR に比べて。まあ、ちょっとだけどそれでも助かるからね、初期評価が高いのは。であとはもう完全に彼女キャラのはずなんで、もうイベントボーナスがあとは上がっていくだけっていうところ。50% からでも 80% まで上がるからね、経験点が高いキャラクターだと解放するごとのパーセンテージが、パーセンテージっていうかもらえる経験点が変わってくるんで、まあそりゃ強い方がいいに越したことはないけど、一応40でね初期評価60いくんで、まあせっかくだからパワー上限アップというのも使っていきましょうということで、こんな感じでしたというところで、ちょっとね SR、PSR 出現率2倍っていうのが、うん、なんかあんまり恩恵が感じられませんでしたけれども、まあこんなもんでしょうということで、そう、4周年記念スペシャルガチャね、この前の木曜で、なんか更新あるかなって思ってたけど、特に更新なく来たんで、で、次ってもうゴールデンウィークじゃないですか、次の月曜、だいたい月曜か木曜で、サクスペの方はガチャが更新されるんですけど、そこら辺どうなるんだろうね。もうすでに更新の、まあ、社員さんはね多分休みだと思うんですけれども、なんかその更新の予約みたいなのをこうやって皆さん休んでるのかどうかわかんないですけど、まあ次前夜祭があって、で大体本ちゃんがあって高野祭があるん で、 で高野祭で何が来るかというところですね。まあそんなところで今回の動画はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。